はい、その次30番、民生委員に関する問題ですね。民生委員。で、1番、要介護者の自宅を毎月訪問することになっていると。なんか、わー、わかんないなーと。2番、担当する要介護者の数は決まっている。いや、知らんな民生委員のことは。3番、児童委員を兼ねている。いやー、どうなんだろう、知らんなーと。4番、都道府県知事が任命する。いやー、誰が任命するんだろう、わからないなーと。5番、任期は10年である。長いような気もするけど、知らんなーという。 って考えたら結局、12345、どれもわからないという人がほとんどだったんじゃないかなと思います。まあ、実際ですね、この海国指示試験の試験対策において民生委員について詳しく勉強することなんてないわけですよね、ほとんどの人は。っていうことはこれも完全に感覚だけで、15万人が全く同じ横並びの状態で、感覚だけでこう選ぶということになるわけですよね。ってなった時にどれを選ぶ感覚感性かということなんですけど、これは実はテクニックが使えます。 えー、5個の選択肢を読んで1個も全然わからないとなった場合ですね。ね今回、民生委員というのがテーマなわけですけど、その場合、このテーマで一番重要そうなやつっていうか、一番、うん、重要そうなやつを選んでしまえば丸です。まあ、つまりは重箱の隅をつつくような細かいやつは選択肢から外してしまうということですね。えー って考えた場合、どれになるかと言ったら、まだそれだけじゃちょっと説明が不足してて分かんないと思うんですね。で、なったら、じゃあ、こう考えてください。日本に関する次の記述のうちという、そういった、あの、問題があったとしますよね。日本に関する次の、日本に関する次の記述のうちという問題。で、例えば、えー、選択肢の中で、えー、1、1で、うーんるまる損の、 名産は村ですね。〇〇村の、の名産はなんとかなんとかであるとかですね。とか、あと、2、うーんー、〇〇町の、えー、うーん町長、町長選挙とかって、あれ、町長選挙は、えー、丸年に一度であるとかですね。わかりますかね言いたいことが。で、3、えー、4つの、 島からなっているとか。で、4。また〇〇市のとか。のとか。で、また5。で、〇〇町のとかってあった場合ですね。例えば選択の、選択肢の1番は〇〇村の名産は何とかである。2番、〇〇町の町長選挙は何年に一度あるとか。で3番、日本は4つの島からなっている。で4番、〇〇市のとか。5番、〇〇町のとかって出てきた場合。 どれが重要そうというか、どれが一番、うん、なんかぼんやりしてるかってことなんですよね。〇〇村とか死ぬほどあるわけですよ、日本に。これ、日本というのがテーマなわけですよね。日本に関する次の記述のうちってあって、日本に関して聞いてるのに、例えば死なんか2000個ぐらいあるわけですよ。で、〇〇町とかっていうのも死ぬほどあって、〇〇村って死ぬほどあるわけですよね。で、日本という壮大なテーマに聞いてるのに、ま、一〇〇村とか一〇〇市とか一〇〇町といったそんなところのものを、 に持っってててくるかなーって感じてほしいんで、すよねでそんなもう、説問の中、重箱の隅を突くような、そんな説問の中に、たった1個だけ、4つの島からなっているとかって、うわ、すっげえぼんやりだな、みたいな。4つの島って何かって言ったら、あれですよあの。北海道、本州、四国、九州って4つの島からなってますよね。うわー、なんか日本人からしてみたら、うわ、ぼんやり、みたいな。そんななんか超普通の、なんかざっくりしたとこ出しますかみたいなところですよね。でも、これは3が丸なわけですよ。 3を選ぶっていうことなんですよね。その要は4つの島からなっているみたいな。そんなのを選ぶということなわけです。で、民生委員に関してこの問題、え、ね、この、うんどれがじゃあその4つの島からなってるみたいな、うわーぼんやりみたいな、でも重要だよねみたいな、そんなやつになってるかと言ったら、どれを選びますか 実際のところ答えは3番になります。自動院を兼ねていると。これが3、あの、正解ですね。で、1番、要介護者の自宅を毎月訪問することになっているとかありますけど、民生委員ってボランティアですけど、めちゃめちゃ仕事いろんなことやってるわけですよね、ボランティアさんって。まあ、この介護保険の関することもそうですし、まあ、あの、児童福祉とかに関することもそうですし、あと、母子福祉に関することもそうだし、生活保護に関することやってたりとか、いろんなことやってるわけです。その中で1個、この要介護者の自宅を毎月訪問することになっているとか、かなり細かいじゃないですか。 なんかまる c の問題って感じですよね。なのでこれはなんか違うんじゃないかなということが感じられたらいいかなと。で2番担当する要介護者の数は決まっているとか。 なんか一人七人ねとかって決まってる。決まってるか決まってないかもわからないけど、決まってたとしてもそれなんかえらい細かいことついてくるなっていう気しますよね。で、3番、自動委員を兼ねている。なんかこれほら、日本は4つの島でなっている。しかもこれ4つの島って言ってるわけですよ。九州と四国と本州と北海道からなっているとかの方がかっこいいんですけど、そうじゃなくて4つの島からなっている。うわ、ぼんやりって感じですよね。これも民政委員は自動委員を兼ねている。これもなんかぼんやりしてるじゃないですか。でも重要そうですよね。 ねえ、なので、これが丸なんですけど、4番、都道府県知事が任命するとありますけど、都道府県知事が任命するのか、市町村長が任命するのか、厚生労働大臣が任命するのか、他にもなんか内閣総理大臣が任命するのか、丸〇大臣が任命するのか、わかんないですよね。ほとんどの人は知らないわけです。なので、こんなのパスと細かいなと。 で人気は10年であるというふうにありますけど、まあなんか10年知らないですよね、何年なのか。で、しかもなんかボランティアにして10年ってなんか偉い責任重大だなとかって違うんじゃないかなぐらいのことは分かるとは、分かる感性は持ってるといいですけど、まあ実際のところ人気は3年なんですけどね、えー、でもそれはもう今更覚える必要はないですよ。もうテーマに関して一番重要そうなのはざっくりした、ぼんやりした3番みたいなのを選べば回るということですね。それがテクニック論なので、知識がない状態で解くっていうのはテクニックしかないので、えー、その感性をですね、感じてもらえたらいいかなというふうに 思います解説は以上です。